インストラクター予備校世界の名言編寒いから暖かいだーやってまいりました。いつ突っ込んだらいいのかちょっとごめんなさい。最初だけはちょっと任せてもらっていいですか。どうぞ。ごめんなさい。ということで、世界の名言好物な企画がやってもらいました。やってまいりました、はい、大好物ですね。大好物なやつです、うん、みんな大好きです。みんな大好きです。もうねこれね3人で食事に行くともうこの名言だけで会話ができるっていう状態に今なってきてるっていうのがねすごい状態になってるんですけれども、はい、そのレパートリーを増やしていきましょうということで今日の名言はおむすびさんの名言でございます。はい、お願いします。優しいおむすびさん。はい、はい、では本日私が見つけてきた名言はこれです。金儲けとかは論外、有名になりたいとかも全部論外。 by 宮崎駿。こちらです。で、これっていうのは宮崎駿のドキュメンタリーだを見てた時に見つけたあの名言というかセリフだったんですけれども、これは確かあのドキュメンタリーで幸せの定義についてこう宮崎駿が話してた場面だったんですね。で、それでまあ、あの結局自分だけの幸せを求めるんじゃなくて周りの人が幸せにならない限り自分自身も幸せになれないっていう話だったと思うんです。で、結局お金儲けとかあの有名になりたいっていうのはもう自分自身だけのことなんですよ。まあ独りよがりなものなので、そうじゃなくて周りを幸せにすることによって、まあ、自分も幸せになれるっていう、こうかなり大きいスケールが大きい話なんですね。で、なのでまあこのテーマで、まあ、結局まあ幸せってなんだろうっていう、まあ、大きい話になっちゃうんですけど、まあ、それでまあインストラクターさんにとって幸せっていうのはまあ、どういうことなのかとか、どういうことを目的にしてそのインストラクター業をやればいいのかっていうのをちょっと今日話し合えればなと思いました。幸せについての話、それとも金儲けと有名になりたいは違うっていうのを話す話。まあ金儲けとか有名になりたいのはまあ最終目的じゃなくて他のこう幸せについてですかね。どちらかというとインストラクターさんの幸せについてついて、でおむすびさんからのメッセージとしては金儲けと有名になりたいはまず違うよ、違うでしょう。まあこのセリフというかテーマなんで、まあ、宮崎駿がこう言ってて、まあ、確かにまあそうだよね。この2つっていうのは本当に自分自身だけの話なので、じゃなくて、まあ、インストラクターっていう、まあ、人にこう、まあ、スポーツの楽しさを教えたりとか、まあ、そういった人と関係する仕事なので、まあこれ以外の、まあ、目的にする幸せの定義ってもあるのかなと思いまして。はあ、なるほどね。インストラクターの幸せだとやっぱりこう、まあ、自分のインストラクター活動によって人が健康になったりとか、まあ、そういうことによって、まあ、その感謝されたりとかで、まあ、幸せを感じるって部分もあると思うんですよね。なるほど。それで、まあ、感謝されても、まあ、お金必ずしもあのお金儲けにつながるとも限らないじゃないですか、うん、で感謝されるけど、まあ、その人には感謝されるけどそれだけでこう、まあ、超有名人になったりとかそういったことでもないと思うので、うん、なので、まあ、まあ幸せどういうことが幸せだっていうふうに、まあ、自分自身で考えられればなんて言ったらいいんですか。大きなところになんか飛び込んでいってる。飛び込んでいったらなんか深すぎた。でもいい言葉ですね。うん、いい言葉ですね。ですね。なんでまあどうとでも取りようがあるというか。そうか。
いやなんか僕宮崎駿好きで、はい、好きってその全然普通のどちらかといえば好きというか、はい、まあ、あんまり、まあ、嫌いな人はいないでしょうね。だからまあすごい人だなっていうぐらいなんですけれども、なんか見たことあるのが なんだっけ、確か仕事中楽しいと思うことなんてないからみたいなことを言ってたような気がして、どちらかというとなんかもう血へどを吐きながら、なんかもう頭がぐにゃぐにゃになりながら、こうもうなんかあのストーリーとかに向き合ってるみたいな、はい、うん、だからなんかもうなんか血の匂いがしてくるらしいんですよ。すごいですね。どこから出てるんですか。そうだから、それくらい考えてもうヘトヘトにならないと、やっぱりあの千と千尋みたいな話にはなってこないんですよ。もののけ姫にもならないですね。もののけ姫なんてさ、もうね、秀逸、見てるこっちからするとあすごいなぐらいだけど、はい、もう秀逸すぎるじゃないですか、うん、なるほど、ストーリーとかなんかアイデアとかがね、はいはい、っていうのはもうなんかそういうこと言ってて、でなんかそれ一郎もよく出てくるね、一郎好きですね。一郎も言ってて、いやプロ野球時代に楽しいと思ったことなんて一回もなかったみたいな。なるほど。もう野球を楽しみたいならもう草野球とか少年野球とかだけだ、はい、プロとしてやってる時はもうそんな楽しいっていう感覚はなかったですねみたいなことも言ってたんで、うん、となるとなんかお二人がじゃあ何のためにやってたのっていう、うん、ところ、うん、確かにね、もうもののけ姫当たったからの前にラピュタも当たってるし、あのトロもあるし、最初の、ね、トトロのナウシカもあのごめんなさい当たってるんで、私もはいもう伝説のまま失礼しますじゃないじゃん、うん、そうですね、ね、はい、もう次だ次だですもんね、ね、あの宮崎駿というかスタジオジブリは、うんうん、だからこうやっぱり肌で感じたんだろうね、うん、こう興行収入何億円とか、うん、全米が泣いたとか、はい、全米が泣かなかったみたいなのは多分なんか分かんないです。泣かなかったじゃないでしょ。泣かなかった。そういう広告がないかもしれないけど、あの何億円、何百億円突破みたいなより、はい、なんかこう感動しましたみたいな声の方が嬉しかったとか、うんうん、いうのかなっていうのを想像しましたね、うん、今のこういうこれこの作品見て人生観が変わりましたとか、あ、そうそうそう、そういう意見が欲しいんでしょうね、やっぱり。そう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 、うん、それで売り上げじゃなくて、うん、そう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 、うん、っていうのを多分肌で感じたからこそ、うん、多分そうやってお金だお金だお金があとちょっとでも稼ぐためにって思ってる人とか、はい、有名になりたいとか、そう有名になりたいとか、ちやほやされたいとか、ちやほやされたいって言ったら、待てとお前、前落ち着け落ち着いたらいるじゃないですか別に興奮はしてないから興奮してたの今の俺だけだあなただけだ、はい、っていうメッセージかなかもしれないと僕は思ったかな、うん、うん、どうですかね、メガネさん。まあ、これはあれですよ、メッセージのについてってことですね。そう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 、はい、そうですね、まあ、ちょっと代表的に出されたのがそのお金持ちになりたいって有名になりたいが論外って話だったと思うんですけど、うん、まあ、要は何て言うんですか、どっちもなんか一人で達成するもんですよね、うん、確かにね、そうですね、うん、確かに、まあ、だからなんか一人だけこうなんか成功しても別にあんま嬉しくないよみたいな感じなのかなっていうのはちょっと感じましたかね。だからまあその分かんないですけど、チームとかみんなでやって一つのものを作り上げるとかはすごい喜びがあるのかなとか、まああとはそうですね、お客さんも含めてみんなでこう笑顔になるとかが幸せなのかみたいなことが言いたかったと。だから一人だけその俺だけお金持ちになればいいとか、俺が一番有名になって他の人どうでもいいみたいな感じだと、うん、まあ大変なのかなと、うん、だから仮にうまくいってもあんまり嬉しくないんじゃないっていうことなんじゃないですかね、うん、言いたいこと、うんうん、その一人じゃ、あ、そうです、そうです、そうするとみんなでお金持ちになろうよとか
みんなで有名になろうよとかはいい方向性なんですかね。そうするとどうなんだろう。一人では違うのは間違いない、ね。そうですね、一人でお金持ちになるのはもはやなんかこの宝くじ当たったみたいな状態という、そうですね、そうだよね。もはやこう賞賛は絶対ないじゃんですね。もはやどっちかというとやっかみというか、なんだ当たったみたいな、ひがみとかそういうの増えますよね。増えるじゃないですか。だからそれはどちらかと違うよというメッセージは一個あって、じゃあみんなでお金持ちになろう、みんなで有名になろう、多分こうお金持ちと有名に対しても否定的な感覚なんじゃないかな。どっちかっていうとやっぱり自分とか自分の会社の やったこととか作った作品で、まあ、その映画を見てくれた人 がこう幸せな気持ちになってくれるのが自分たちも幸せですよっていう、うん、そういうことですかね。そうですね。だからそれがなんでって言った時に、うん、金儲けのためですとか、いや一発有名になりたかったんですよね僕みたいな話だと、まあ、幸せには多分ならないし、うん、まあ、多分成功にもなかなかならないよって言ってる感じですかね、うん、そうですね、うん、鉄壁論理的メガネは論理的メガネ、まあ論理的に言ったらね、幸せってなんか幸せホルモンとかそういうなんか物質が脳から出てるとかそういうオキシトシンがどうのこうのっていう話になっちゃいますね。まあそういう話はさておき、そうですね、まあ結局そのまあ要はお金、これまた違う話かもしれないですけど、そもそもお金を手に入れることって別に幸せではないじゃないですか。お金って物々交換を楽にするための道具の一つであって、うん、お金を持ってることが幸せではなくて、うん、お金を使ってのこう何かを達成するというか、その食べたいもの食べるとか、うん、やりたいことやるとかが幸せなのであって、うんうん、お金持ちになることは別に幸せじゃないよみたいな、うんうん、考え方もあるのかなと思うので、うんうん、でそれで考えると有名になっても別に何かが幸せになるのかっていうと、うん、別に幸せではないかなって個人的には思うんですよね。うん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 、いや分かんないですけど、まあ、芸能人の方とかね、うん、インフルエンサーの方とかだとどっちかというとそれがなんか仕事というか、うん、そういうのが仕事だから、まあ、成功したら、まあ、嬉しいと思う人もいるかもしれないですけど、うんうん、なんか普通の人は別に有名になったら嬉しいとかっていう感覚あんまないんじゃないかなっていう気はするんですよね。じゃあ何が一番幸せになるかっていうと、これは個人的にな意見もちょっとありますけど、うん、人に言われて一番嬉しい言葉って何だと思います？まあごめんなさい、僕、あ、言っちゃっていいですか？あ、あります、なんかメガネさん、はい、おむすびさんの10倍愛してますそれあんまり嬉しくないな、まあ、どの程度なの、おむすびがどのなの、ゼロだったら10倍してもゼロやん全く愛されてないですかいやなんか小学校の時にもそんな話が道徳の授業であって、道徳受けてるタイプだったメガネ、はい、受けてるタイプだったのかメガネは、はい、まあ圧倒的人気だったのはありがとうなんですよ。ああ、なるほど、はい、人に言われて一番嬉しい言葉ありがとうだという話があって、うん、でもそれって仕事も一緒だと僕は思ってるんですよね、うんうんうん、なんかわかんないですけどまあ、なんかお客さんからすごいとか言われても別にそこはどっちでも、うんうん、そんな嬉しい、まあ、嬉しいとは嬉しいんでしょうけど、うん、どっちかっていうとお客さんにありがとうって言われたのが一番嬉しいんじゃないかなと思うんですよね。でそれで言うとお金持ちになっても、うん、有名になっても、うん、絶対ありがとうって言われないじゃないですか。あ、言われないですね。これは言われない言われないな、言われない、はい、言われないよ、はい、
でもありがとうって言われるタイミングってどこなの、うん、って言ったら、うん、基本はお客さんが笑顔になった時だと思うんですよね。確かにね、はい、だからまあジブリで言ったら映画を見たお客さんがありがとうございましたってこう出ていく時なのかなと思うんですよね。だからまあそういうありがとうって言われるのを目的に仕事をする、うんうん、てあの生きていくっていうのはすごいいいことなんじゃないかなとは思いますかね。なるほどね、議長、もうこれはインストラクターさんに限った話ではなくなってきましたね。まあでもインストラクターさんってすごいありがとうって言われる場面多い人だと思うんですよ、ね、ありますね。いや正直羨ましいと思うことあります、うん、ですよね、うん、一般的な仕事であれだけありがとうがお互いにこう言い合うことってなかなかない、なかなかないですね。今日ありがとうって言われましたか？3回ぐらいでしょ多分。3回ぐらいです ね、 ね、多分その10倍は言ってるはずなんですよ、インスタグラム。ありがとうは3回くらいですけど、お願いしますとかは 10回くらいだったすいませんは30回くらいでした。30回くらい UFO、 そう言われる方じゃなくて UFO ですね。え、多いよね、インストラクターさん。多いですね。そうですね、いやすごいね、稼ぐスポーツ選手だってありがとうとはあまり言われないと思うんですよね。ホームラン打ってくれてありがとう、まあ言ってるおっさんいそうだけど、いそうだけど、いそうだけど、はい、なんかありがそれはありがとう、なんか違うありがとうじゃねってちょっと思ってくる。ありがとうじゃないよね、やったホームラン打ったぞ、ほら見たかっていう、はい、よくやったぐらいの感じじゃないですか、ね、なんかお客さんも確かにね、ありがとうって、まあ、引退セレモニーの時ぐらいですね。そうですね、今までありがとうみたいな、感動ありがとうみたいな。確かにね、はい、そのためにやってきたっていう、そういうことです、ね、今山川穂高が引退したところでありがとうって誰も言わないじゃないですかっていう、そういう話だよね。まあそうです、ね、金も持ったし有名にもなった。あの、ね、有名になり方が良くなかったんですけど。でもその前からも一応有名、まあ、有名ではありましたね、はい、でも多分引退した時にありがとうとはもはや誰もなかなか言われないでしょうね、言う人もいるとは思うけど、言いますけど、はい、まあ、大谷翔平がね引退したらもう感動ありがとう状態になりますけど、そうだよね、まあ、それこそパレードしちゃうぐらいですよね、おそらく。いや本当にね、うん、いやだって本当になんかありがとうって思うもんね、うん、なんかありがとうっていうか、 なんか日本人のとしてね、はい、ということはやっぱり金とか名誉とかの魔力は、まあ、すごいんだろうね多分。うん、まあなんかこう世の中の風潮的にそこを目指せみたいなところもちょっとあるじゃないですか。あるね、はい、あるね、なんかね、まあなんかの話で出ましたけど、いい大学行っていい会社に入ってみたいな、いい給料もらって、はい、うん、でいい会社ってなんだって言ったら大体こうね、有名な企業か、うん、あの待遇、要は給料がいい会社を言う人が多いじゃないですか、うんうん、だからなんかそういうとこを目指さなきゃみたいな感じに社会的にこうなんか目指せさせられてるみたいな風潮ありますけどね。でも、はい、でも本当にじゃあなんかすごいなんかまあメガバンクの銀行員とかに入って毎日こういろんな企業とやり取りして、でもそういう人がありがとうって言われますかと、わかんないけど、いや言われてたらごめんなさい、銀行員の人見てたらごめんなさいなんですけど、まあ、わかんないですよ。でも多分インストラクターさんよりは言われてないと思うんですよ。じゃあどっちが幸せなのっていう話ですよね、うん、そうね、慣れるな慣れるな、慣れたら感動がなくなるから、なくなるから取りましたね、取ったね。ありがとう言われまくると感動なくなるのかな。どうなんですかね、なんかそれは慣れない、慣れないというか、慣れても気持ちのいいもんじゃないですか。そうだよね、はい、いや確かに、いやもう常に自分自身が自分自身にあれしてるのは、お金とかお金が大事じゃないとは言わない、はい、それは多分嘘になっちゃう、はいね、何にせよお金はね、まあ、生きていく上でね、うん、はい、で有名になりたいは確かにちょっと分かんない。そういう欲が別にあるかって言われたら特にないけど、まあもちろんね、そういう名誉とかそういうのはあるものだとしても、
どちらにせよその2つは結果だっていうのは、うん、なんか勝手に自分では思うようにはしてるかな、うん、なんとその2つは、うん、なるほど、うん、お金持ちになるとか、うん、あれ有名になるとかもう何かの結果、うん、なんかそれを定めた上でこういくっていう、ね、もちろん人もいないとは思わないけど、でも多分その幸せのくくりで考えた時に、うん、多分本当にお金よりも人のありがとうの方が多くの人はね、多分幸せだし、そうですね、うん、で嬉しい、でそれが多ければ多いほどお金は多分だけど、ね、お金とかそういう有名ポイントみたいのは増えてくるはずだよね、うんうんうん、そうですね、うん、あのたくさんの人にありがとうって言われたら自然とお金もついてくるし、うん、まあ有名というか知名度も上がってくる可能性ありますよね、絶対ありますよね、うん、毎日みんなからふざけんなって言われてる人のところにバカ野郎もうお前とは会いたくねえよっていうたくさんの人から言われてる人があのお金持ちではないし、お金とか名誉とかが、まあ、ある意味有名かもしれないですけど不名誉な感じ、不名誉です ね、まあ、ね、やっぱり今日もありがとうありがとうってね言われてる方が結果的にその2つもついてくるっていう考えだよね、そうですね、だしインストラクターさんもなんかやっぱそうしてるように見えるよね、うん、成功と言っていいのかわからないけど有名なインストラクターの方々ほど有名になりたいっていう結果としてついてきたっていうイメージはありますよね、うん、有名なインストラクターさんだから日々のありがとうを目指してやってたら、うん、まあ、結果有名になったとか、うん、結果お金持ちになったっていう話ですね、有名なインストラクターさんを見ると現場で見るともはや逆だよね、もはやなんかこうお客さんをこうなんかあれしてあげてるように見えるよね、そうですね、 あたかも有名なさ有名なオーラ出してる有名なインストラクターって案外逆に見たことないかもしれない、いないんじゃないですかね多分その人有名になれないと思います、そうだよね、はい、あの目の前に立ってるのは自分だけど中心になってるのはお客さんだよっていう、うん、そういうスタンスでいるっていうのは大事ですよね、うん、いやー深い、深いですね、なるほど、いやでもいい言葉ですね、うん、なんか本質というかなんかお金とかってね後からできたね、さっき言ってたけど後からできたものじゃないですか、だから人間の感情とともに生まれたものはお金じゃないから、うん、そうですね、そうですね、間違いなくお金はなんか違うなと思いますよね、うん、はい、うん、もう人間の感情はやっぱありがとうとかね、そういうのはあると思いますけれども、いやありがとうございます、いやとても深い、深くて、はい、抽象的になったかもしれないですけれども、まあ目の前のお客さんをとにかく幸せにしてあげることが大事なんじゃないかなっていうのはやっぱり行き着くかなっていうところですよね、うん、インストラクターさんにとったら、はいはい、はい、ということでよろしいでしょうか、はいはい、はい、じゃあおむすびさん、はい、ナイスプレーでございました、ありがとうございます、はい、あのね、夢になりたい、お金をもらいたい気持ちは分かります。では、いや、もう分かるか。いや、はい、失礼します。